中野区中野5丁目の裏通りでひったくりが発生。20代の女性が歩いていたところ、後から近づいてきた男にバッグを奪われました。男は現場にいた通行人に取り押さえられ現行犯逮捕されました。新井5丁目ではオレオレ詐欺が発生。被害に遭ったのは80代の女性で、先週21日、息子をかたる男から会社の書類の入ったカバンをなくした、書類は見つかったが現金がなくなっていたなどという電話がありました。話を信じた女性は自宅に来た同僚を名乗る男に現金200万円を渡しました。